元 DeNA ヴァンフォーレも同じ詐欺被害者だよね。なぜ復帰許されない？大谷翔平の元通訳有罪答弁に心の叫び投稿。大谷は上級国民様だからしょうがないね。そういうとこやぞ、人は人、自分は自分や。もう諦めろよ、そういうところがあかんのでは。君嫌われとるんよ。このままメキシコの英雄になれ。日本とかメキシコでプレーできてるさん。そういうところやろ。バウアーは出場停止処分はとっくに切れてる。どこも欲しがらないだけ。弱小球団でさえも手を挙げない謎の不文律。かわいそう、そこまで言うことないやろ。英語の勉強になる。アホチンのリスペクトという先見のアキラ。球団にも選ぶ権利があるからや。オファーないだけ定期。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。